ポートレース大村京から華々しくスタートいたしました G1 海の王者決定戦シリーズ初日は今シリーズダブルドリームの一つ発祥地ドリーム戦の開始です。1号艇は長崎原田幸也、2号艇兵庫吉川元博、3号艇広島辻映像、4号艇福岡篠崎仁、5号艇は埼玉桐生純平、6号艇は群馬山崎智也、以上の6選手によって争われます。雨がまた強く降ってきました。競争水面枠番通り1コース1号艇地元の原田幸也です。愛知から長崎支部への電撃移籍をし早くも半年、移籍直後に制した4月ダイヤモンドカップに続く地元記念連覇を狙います。2コースからは2号艇、今日は前半は第8レースを走って2走目になった吉川元博、前半5着。そして3コース3号艇の辻映像、近年では62周年63周年と輸出し、当地周年では輸出常連メンバーといったところです。4コースは4号艇の篠崎仁、初戦は3着連帯。5コースからは目下賞金ランキング3位の5号艇の桐生純平、そして大村2015年 SG オールスター覇者は6号艇の山崎智也、6コース進入。第12レースの発祥地ドリーム枠成3対3スタートしていきました。スタートはほぼ横一線に揃いました。インコースから1号艇の原田、1マークの先手を見ていきます。3号艇外行く、5号艇握って差しを狙いましたが行き場なかった。5番の桐生トップ争い、1号艇の原田が逃げて残すところに差して追走する2号艇の吉川、一定審査。その後3艇6番3番4番接戦、最後方5号艇です。スタートは前艇正常でした。2マーク先頭で1号艇の原田が折り返しました。そして2号艇の吉川が2番手で返しました。3番手につけたのは4号艇の篠崎仁です。上位体型は1番2番4番の体型、先頭1号艇の原田、追走2号艇の吉川、3番手4号艇の篠崎で2周目第1ターンマーク。トップ1号艇の原田旋回、4艇身遅れて2号艇の吉川元博、それからまた5艇身ほど空いて4号艇の篠崎仁です。さらに若干間隔空いた4番手3号艇の辻映像、5番手に5号艇の桐生純平、最後方は6号艇の山崎智也となっています。2周目第2ターンマーク、1番2番4番と旋回、後方3番5番6番の順でホーム直線コース、レースはこれから最終周回へと移ります。初日のメイン競争第12レースの発祥地ドリーム、ここは大村らしく逃げの決着となりますか。期待に応えた1号艇の原田が逃げてトップ、追走は2号艇の吉川元博、3番手は4号艇の篠崎仁、4番手から3号艇の辻映像、5号艇の桐生純平、そして6号艇山崎智也で最終ターンマークへ向かいます。ラストターンマーク、先頭1号艇の原田が折り返しました。124の3連単のオッズは 17.1 倍を示しています。発祥地ドリーム第12レース、先頭1番原田ホールイン、2着2番吉川、3着4番篠崎、そして3番辻、6番山崎、5番桐生ゴールインです。第12レースの確定をお知らせいたします。1着1番、2着2番、3着4番、以上です。